井口ちゃん、こちらが昭和61年頃の海南駅。はい、普通のお家みたいやな、なんか。ねえ。ねえ、いや昭和61年ってそんな前でもないような気するんですけども、こうしてみるとやっぱり時代感じますよね。だいぶね、うん、ちょっとの間に新しくなったんやな。そうですよね。本当にこの、まあ、駅舎自体も新しくなりましたし、はい、もういろいろまだね、これからもちょっと新しくなっていくような息吹も、はい、感じますよ ね、 さあ、今回から海南編でございます、はい、ねえ、はい、なんといっても伝統産業もたくさんある町ですんで、うね、もう町の人たちもすごいパワーのある人がたくさん、ね、はい、いらっしゃいますんで、いろいろ話を聞いていきたいと思います、はいはい、まずは海南駅前の一番街商店街へ。こちらカバンの針間屋さんが昔の写真をいろいろ持っちゃるって聞いてね、お邪魔しました。古い写真がたくさんあるということで、昔から写真撮ってらっしゃったんですか？そうやね、もう子供の自分からね、うん、子供の頃アルバイトした、うん、それでカメラこうと、あそこにカメラ置いてますけどね、もう大年で90やけども、すごいな、90。今のお店ができた10、周りはなんとこんなんやったんやて。まだでも本当にあんまり建物もなくて、いやいや、2軒だけです。2軒だけで、すごいな。ジャスコと、ジャスコが、ジャスコとね、やっぱりあのジャスコはありましたよね。小判ダメ商法って昔流行った。小判ダメ商法についていくんですか？大きなとこについていく。あ、なるほど。いうことで、小判ダメでここ行きたい。おー、なるほど、うん、あ、やっぱ大きなジャスコがあって、その近くにお店ができていったんですね。ね、だんだんいっぱいお店も立ち並んでいったんやろけども、これジャスコの本体で、この横にボウリング場とピンポンパンがピンポンパンってね、なんで海南のね、あの駅前の話したらみんな、ああ昔ピンポンパンあったよって絶対に言うんよ。これうちの回転、懐かしいやろ、このマークしてな、紅白のマークして、はいはい、これほんまにその昭和のならではの開店の日やな、これ。あの、はい、その当時、はい、もうね、時計いらんのですよ。もう海南駅近くにあるでしょ、はい、で海南駅電車止まったら、はい、あの湯浅の方とかお客さんだーっとなる。ああ、11時なんぼの電車が今着いたんやというね。さらにお店の歴史を聞いてみると、わしは栄通り商店街中で、はい、栄通りに似てた。あ、そうなんや。熊野街道、はい、こういうとこで、うんうん、発展してきたんで、ここへ絶対にここへ出てこないかんな。絶対に、うん、な、うん、もう私は小学校行く時にもう、正門払いってあるんですよ、はい、11月に正門払いって書いてますよね。もう私ら小学校行く時に、はい、もう歩けなかったぐらい、あ、大勢人、だから、あの漆器の町だから、九州の方から女性の方たち働きに来てるじゃないですか、はい、で田舎へ帰る時に、あの田舎へお土産で、あ、境通りで買うて帰るという。じゃあそこが歴でだんだん店が出てきた、うん、振興組合答えないかなと、うん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 、いうことで30件になったら振興組合できるっていうこと、うん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 、一番街の考えたんやけども、うん、ああ、これで一番街になったんや。そう考えたんやけども、うん、あの自分にね、大阪に二番街で集まる、ああ、二番街とか三番街とか、一番街商店街にしようか、海南駅前一番街商店街、なるほど、そうかっていうことで名前が一番街になったっていうことで、人生っていうのは趣味もなげらんだら、はい、やっぱり趣味なげなんだらね、長生きせんわ。はあ、じゃあこのカメラでいろいろ写真写すんが趣味ですか？そうそう、今も飛行機雲が、はい、今日はものすごい飛行機が、朝から飛行機雲が飛んでるわよ、はい、こんなことないんやけども、
まあそういうこと、写真ちょっと撮ったんやけど、イグさん来てくださるから、ヒコギも。いやー、まあ、そんなにいいこと言うてくれてな。目標、夢、うん、夢にやんこと、目標な。目標したらね、やっぱりそれなりの人もついてきてくれるし、まあ教授でいろいろと思うまあご破産でしょうかなと思って。いやまだまだね、頑張っていただいても、もっともっと弾いてください。ね、続いては一番街のドムドムさんへ。みないっぺんは食べたことあるんちゃうん。お店は、いつからの歴史になるんですか？昭和53年の4月オープンです。はい。ドムドムって何よって言われて。ジャスコの前でビラ巻いて、うんうん、ハンバーガー一杯食べてみてって。まだじゃあみんなハンバーガー知らない時代。そうですね、まあ。まだマクドナルドもない時代です。そうですか。はい。岡山にね、マクドナルドが来るの遅かったもんな。はい、当時はどんな感じで流行っていったというか。そこにヤスコとココが2つあったんで、そこへもう証券がもう岩でや岩さ、うん、岡山県からダッと来たんです。で、迷ってくれて、駐車場ない、駐車場ないって、もう車と人が団子になってました。はあ。並んでこうたって、いつの時代かな。いやオープンの時とか、はい、花々しくオープンしたんですけど、大勢人、有名人も来たりしました。三田明さん。三田明さん。これが何ですか？歌を振って、はい、そこの螺旋階段があって、螺旋階段、はい、歌いながらこう降りてくる。どんな歌？美しい10代。あ、美しい10代やな。時代感じるな。飲食店はそもそもとこやろうっていうのはずっと思われてたんですか？あ、まあ、実家が食堂で、はい、はい、飲食に、まあ、小学校の時からね、もう手伝わされて、いろいろまあ違う職業に就きたくて逃げてたんですけど。逃げてた。はい、これからはパンの時代やからって言って、で親がまあパンやれっていう。なるほど。でここ始めたんですけど。実家ってどちらですか？駅前の食堂で、はい、大衆食堂の三木の家です。あ、三木の家さん、あの、すごく歴史ありますよね、はい、三木の家さん。来年で100年に、はい、ドムドムの上野さんは海南駅前の食堂三木の家さんの娘さんやったんですわ。古い写真もたくさん見せてもらいました。これ一番古いの？そうですね。私もこれは初めて見たんですけど、看板の反対側から、はい、そうですね、こっちからやもんですね、三木の家、はい、ね、大正かな、これ大正12年創業って書いてます。大正12年創業、はい、これなんかはまたね、自然のね、の前はこんな並んで記念撮影で、はい、最後の日で妹が花束を渡して、最後の日、自然が終わる最後の日の、うわぁ、市電の電車もこの辺来てたの？はい、そこが終点、あ、そこ終点ぐらいか。あれ、貴重な写真やで。祖母がね、はい、すごい写真好きでたくさん撮って。お元気な、これいい写真やね、これ。おばあさま、はい。おばあちゃんな。あ、そうですか。じゃあ当時はその市電乗ってきて、ここまで来て、この辺で買い物してっていう、はいはい、で、ハンバーガー食べて、自然はもうなかったなかったな、はい、なかったな、はい、時代がおかしい、時代がおかしい、のかみ電車はあったんだ、のかみ電車はあって、はい、自然はもうなかったんだ、はい、そうやな。いや、どうですか、ずっとね、ここで生まれ育ちの、そしてまあドムドムさんでいろんな街の姿を見てきて、本当にね、人情に熱くてね、うん、海南に育てられてここまで来ました。期間限定の人気メニュー、ビタビタバターフィッシュをいただきました。ものすごいボリュームよ。いただきます。ビタビタよ、心がドムドムしてくれ。厚焼き卵のバーガーもあるんやで。ちょっと変わり種のバーガーが有名ですよね、ドムドムさんの。今日は厚焼き卵です。
ふわふわ、おいしい、とろとろですよこの厚焼き。海南駅前一番街商店街のあの重のお話、それぞれのお店にいろんな歴史が詰まっちゃったわな。